ワンピース昔見てたけど今は見てないです。むってお顔、むってお顔してました？ね、面白い。みんなおでこのツヤの部分でいいので済まさせてくださいずっとこうしとこうかな。これ自動で下がんなくなっちゃったの。てかんすすマジで面白い。ネックレス&ロッティです。なんかあっという間だよね、インスタライブやってると。美容外科とかでメンテナンスしてますか？その回転寿司の動画でも言ったんですけど、本当にあのガチでリアルにその美肌治療、美容治療みたいなのは全くしてないです。多分本当にあのオンラインサロンとか入ってる人は分かると思うんですけど、本当に普段の食事とか日頃の習慣で肌がいい感じになっております。はい、爪がチュルチュルで可愛い。チュルチュルなの。美容のために内服、あ、全く私サプリメントも薬も基本飲みたくないというか飲まないようにしているので絶対に飲まないです。スキンケアのこと全然教えてもいいんですけど、なんか特になんかめちゃくちゃ推しってわけではないから、なんかこれを使ったら美肌になれるんだとか、なんか真似してくれても本当にその人が肌が綺麗になるかって言われるとちょっと微妙なラインのものを使ってるっていうか、韓国のなんか話題になってたやつを一旦試しに使ってるので、全然いいもの私全然惜しみなく紹介するタイプなので、意地悪で教えないとかは絶対にないので安心してください。サプリメントは飲まないです。17分になっちゃった。ハーフなんですか？お父さんが韓国人です。はい、ダイエット。おー、私声低いんですよはい、そんな感じで急遽インスタライブをしたんですけど、見てくださって方ありがとうございました。ゆるすぎてすいませんっていう感じなんですけど、久々に来れましたとか言って今言ってくれた人がいたんですけど、はい、皆さん今日も仕事とか学校とか家事とかいろいろお疲れ様でした。Bye.